明日9時からなので、8時半に終わろうかなと思います。9時からちゃんと見た方がいいよね。だってST は最後だから、そのまだまだ11時ぐらいやと思うんですけど、こんばんは。8時半ぐらいに終わります。ファイト、ありがとう。ファイト。見えるように準備しておきました。ありがとうございます。私も契約みたいなしたいよ。こんばんは。お風呂上がりでびしょびしょ。お風呂もね、お風呂入ってからちゃんと最初から見ないとダメですね。こんばんは。ゆきくん、ハートありがとう。やすべさん、ケイトありがとう。ドキドキマンですね。テロップ書いとこう。マイク。よし。出番は今日です。今日でございます。今日の最後なので、まだまだ、まだまだではないか。NGT さん、NGT さん、SKE さん、NMB さん、STU ですね。サトシでポップコーン、GG ありがとう。NGT さん、SKE さん、NMB さん、STU。 明日が AKB さんと HKT さん。全部絵から始まるんだね。え？AKB、HKT、SKE、STU、NGT、NMB 全部絵から始まる。すごくない？今気づいた。せいがくん、ハートありがとう。それはびっくりするね、発表されるとき。 NGT かもしれんし、 STU かもしれんし、いろいろあるけ。発表されるときみたいどこかわからない。ええやかな。こんばんは。いや、海外はわからん。日本の話。日本の話をしてるんですよ。こんばんは。前から気づいてる。マジか。マジか。全部ええから始まる。ええって伸ばされたらわからん。なんちゃ、ハイト、ありがとうございます。
そうちゃんハートありがとうございます。スティーホテドミネシアリサ、もうツイッターでたくさんつぶやいてください皆様。ポンポンお願いします。寝てないでくださいね。ひろたんた花束ありがとう。ハッシュタグ AKB48 歌唱力ナンバーワン決定戦かな。ハッシュタグ、ハッシュタグ AKB48 歌唱力ナンバーワン決定戦っていうのでツイッターたくさんつぶやいてくれたら嬉しいです。 ST 私がこう流れてる時とかに、おー始まったみたいなんとか、なんやろな、STU 終わりましたバチバチってなんか結果じゃないね、どうでしたかみたいな、審査員の人がどうでしたかみたいな言ってる時とかにそうつぶやいてくれたら嬉しいです。あとはそこにかかっておりますそこで竹中さんが番組の方にこうピックアップされるようなコメントお願いします任せました。皆さんツイッターでここら辺にこう出ると思うのでジョリリンみたいなお願いします。シュワルツさんバラありがとうございます。I see the amazing yo ho hee hee oh I see the amazing チュチュチュルチュル遅い時間です。そうなんの。さすがにダビッドマークハートありがとう。私もつぶ本当は10時までしかダメなんですけども、どうせ10時超えてるからもうピャーンって乗せます。プラーンってさすがにダビッドマークハートありがとう。ちょっ何の年掛け願掛けか年掛けチョコまみれいいな。アイスは今日も走りました。今日も階段ダッシュしましたよ。かのんちゃんが雑誌モデル卒業、それはもう結構前からですよ結構前からもポップティーン卒業でしたよ。最近ね卒業何ポップティーンの卒業の号は出たけど、卒業公演みたいなのがあったんですよ。卒業イベントみたいな、それで本当に卒業しちゃったみたいな感じですね。でも YouTube とかあるしね。私は Twitter とかインスタとかで見れるだけで十分でございます。そうね
アンビちゃんじゃないで、それな本当にありがとう。アンフィシアターまで行ってくれたから大丈夫やと信じます。こんばんは。こんばんは。うん。でそう、そっちの方が驚いた私も。糸なぜ巡り合う私たちはいつも、そう、おめでとうございます。私もそっちに驚いたよ。こんばんは。ビデオ審査です。ビデオ審査ですね。異邦人知ってるよ。テレレ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 。砂浜崎と小松菜奈さんの子供やったらやばいね。なんかクールビューティーになりそう。クールビューティー、可愛らしい感じではないよね絶対。ちょっとミステリアス。どんなイメージ。ちょっとミステリアスなクールビューティー顔になりそう。アジアンビューティーみたいな絶対なる。小松菜奈さん要素強そう。分からんけど大かわいいね。こんばんは。トゥルルルルトゥルルトゥルルルルトゥルル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 ルミステリアスやな。そうね。こんばんは。STU 最後だよ。STU 最後ですよ。最後だよ。だから何時ぐらい始まるんでしょうね。いつも何時かやってたっけ。9、10、11、12、11時ぐらい。いや1時間もかからん。11時半前くらいじゃない。11時20分ぐらいに始まりそう予想。こんばんは。初見ありがとうございます。リアちゃん ST48 広島県出身のありちゃんこと峰吉ありさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとうございます。リアちゃん、リアちゃんありがとう。アバターゲットしました。おお、ありがとう。私のじゃん。さすがライトニングさん。ライトニングさん発音ゆい。毎回全員の聞いてる。私も聞いてますよ。なさんぽんハートありがとうございます。私も聞いてる。パンパカバンパンパンパカパカバンパ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 ン。こんばんは。
おすすめですね。ピャンでさ、今日の最後まで見ないとあれですね、今日の順位というかがわからないから、まあ、今日明日変わるんですけど明日どうせ変わるんですけど、今日の順位を知っておかないと。今日も順位に入ってなかったら終わりです、終わりです、明日見なくても終わりです。うん、今日の最後までちゃんと起きております。間違いだらけののやつか。ヤギさんあれが好きで、あのドラえもんドラえもんの歌になったやつ。一生そばにいるから一生そばにいてのやつ好きですよ。一生離れないように一生懸命に。こんばんは。合意いない、やばいねそりゃそりゃすごい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。SKE ファンの方、いい、アイドルのパフォーマンスとしていいって言って嬉しい、ありがとうございますありがとうございます、嬉しいですね。アイさん名前ボタンゲット、ありがとう。ハティさん私推しですねありがとう。こんばんは。よっ、ウェイ、ドゥ、ニー、ナン。位置並べをしようかね。並べをしようかねと思います。そんな難しく考えないでくださいよ。15位までですね、ランキングは。15位まで、上位15人審査員の方が選んだ方5人。全然緊張してないです全然緊張してないです。デデデーンって何デデデーンって、あの発表する場面みたいなあるじゃん、アナウンサーの方がなんか封筒みたいなのもらって読みますみたいな言った時はまあバクンバクンバクンぐらいの何心拍数が、まあ、バクン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 ぐらいになるとそんぐらいの違いよ。普段バクン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 ぐらいの、バクン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 ぐらいにはなると思います。では七並べは21分40秒21分40秒に押します。
10秒前。9、8、7、6、5、ボサボサ。3、2、1、ほい。押しました。ブラジルさんだけやん。ブラジルさんだけやん。対戦お願いします。地並べをします。こんばんは。カラオケもしよ。何歌ったらいいかリクエストお待ちしてます。まだいっか。いや、こういう時は歌うのが一番。えっ、これはやばいんじゃない。こっち5位。やった。やった。じゃあ歌唱力も5位でいきましょう。ピャンピョイン。サトシンハートありがとう。こんばんは。ヘタレリラックス頑張ってな。うんって、ああ、押してない、飛んでった。こんばんは。It's okay. One get. Next is.次は25分30秒に押します。25分30秒。あ、へたれたちをなんか選ばなくても履歴に入ってて。さすがすぎ。30秒に押します。皆さん、あのショールームじゃない。七並べ大戦ありがとう。こちらこそ。3、2、1、ほい、押しました。え、エントリーが遅い。誰もいない。
次は31分40におします。いい歌、割れてなかった、音割れてないですか。しらけてるだけじゃ逃げられない。40よね4321、ほい、口並べをしました。
ね。ヘタレたちよりなんか歌詞似てる。歌詞似てるね。よし。ちゃ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 。あちゃちゃ。あちゃちゃねちゃみたいな曲あるよね。10時40分頃からして全然違うよマジ10時40分頃らしいです全然違ったわ。パチパチー、こんばんは。次何しよっかにゃー。自分のペースで大丈夫、落ちこぼれなんて誰も思わないよ。君はもう、何がいいかな。最近ラストアイドルさ歌ってなかったけどさ、気がするけど歌える曲がないんだよねあんまり。あの最新シングルがめっちゃいかった、 Break a leg hey Break a leg hey 少しか覚えてないけど、Break a leg, hey, break a leg, hey っていうラストアイドルさんの新しい曲の MV を見たんですけど、めっちゃ良かった。今感謝を伝えたい人みたいな、これがいいよって適当にやったらね、このねこのね気がねいい感じになりましたけどね、こっちがねなんかね昭和みたいになったひどい。そこをねここに沿わしてこう斜めにいったらいいんですよこの毛が。でもなんかこれはねこっち向きになってね、なんか昭和みたいになった、ね、最悪。こうしたいですね。こっちは難しいんですよ、できない。次は血並び、すいません血並びは39分50です。ブレイカーレイカーブレイカーレイカー、次何歌おうかにゃ。ラストアイドルさんは、サブリミナル作戦っていうのがあるんだ。サブリミナル、あれやん、イコラブさんと同じ名前。サープリミナル、はい。あ、5秒前、4、3、2、1、はい。押しました。あれ？トレインなくなった。え？青春シンフォニー、あった。対戦お願いします。ありました、歌え。
死んでも絶対大人にならない。そこは好きです。死んでも絶対大人にならない。サドレイレイオースランナー、トライトライ乗らないのか。アリサボタンもらえたら嬉しい。アリちゃんかわいい、ありがとう。好き。ルームラウラムさんかな、ちゃう。こんばんは。アイスの ST48 の広島県出身アリちゃんことみなよしアリサです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとうラムちゃん。ダメ男嬉しいやん、ありがとう。バンジャラさん音符ありがとう。シークレット当たった？シークレットパーイ、はい、シークレット、シーシャン、なんかそういうのあったよね、シークレットなんとか、シークレットベース？君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望忘れない。歌唱力録画した、ありがとう、カリティアン。ありがとう。
嬉しい。サット261SAT183 さんありがとうございます。 ST48 の峰吉ありさです。よかったらルームフォローお願いします。ありがとう。ありさぼたりかどうもや、嬉しい、ありがとう。私のペンギン STU アバター、ありがとう。続いては47分50秒に押します。47分50秒に押します。最近の私の悩みや裏声がマジでできなくなった。裏声出なくなることってあるんですか？誰に聞いてやろ。裏声が急に出なくなることあるんですか？50秒押してからにしよう。50秒、3、2、1、ほい、あ、やばい、あった。ずっと
ございます。デレレレラララ出会えたんだだだかけがえない真実かけがえない真実。あ、ここは低いんだ。ラララララ出会えたんだ可愛いハートありがとう。できたね。裏声がマジでできんくなったんですよ。これほんまガチですよ。これ嘘やない。なんで？なんでなんやろね。ほんとマジでね、裏声はねできんくなってね。どうなったかっていう、あ、録音してあるもん。カラオケ屋さんで一人で今日放送される曲を練習しに行ったんですよ。それで裏声でいかんといけんとこがあって、そう、それをねなんかやったら急に「はあかな」っていうとこなんですけど、そこが「あで、なんかちゃんと自分で「あーほー」ってやっとんのに急に震えるみたいな。ってなってからね、すごい分かったんですよ、本当に。私はもう死ぬんかと思ったもん下手すぎて。いいね、ありがとう。うん、ああってなった。え、カラオケで裏声？そうなんですか。でも本番まで裏声は出なくなって作戦変更しました。ダララララララ出会いの続きめっちゃいいよね。めっちゃ行くて、そう、次さあなんか公演でソロ曲を選ばんといけんってなったら選びたいぐらい好きだけど、低いとこが出ないんだよね。高ぶるよ、あの A メロの感情2行ぐらいしかないんですけど、言うてその2行が全然出てなかったらちょっとやばいよね日によるそこ。声が低い日は出るけど高い日は出ないよね。めっちゃいい、サビがめっちゃ最初とサビがめっちゃ好きなのに A メロと B メロがなんかすごい低いから出ない。悩む、悩ましいね。ララ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 ラ。まあシャム猫みたいにごまかす方法もあるけどすぐ終わるけ。真実ね、 D メロめっちゃいい。確かめる必要ない、私のこととかどう思ってるかなんて、言葉より信頼できるのは明日も会っていること、そう愛とは自然とだ、残るものはかけがえない真実。すごい自語でいけるな低いわ。真実わからん。真実出会えたんだ
違う。出会えたんだーはどうぐらいやな、どうのシャープぐらいじゃない？絶対音感がないけど分からん。次50秒、58分50秒に押します。50秒でいきます。ソロ公演クワトロになってくれない？ほんと？嬉しい。でもあるんですよ、ランダムソロ公演ね。なんだっけ、この7枚目の企画として全員がやるのがあるんですけど、2、1、おい。そう、どんなのがいいんでしょうね。どんなのがいいですか。30分、1人30分っていう枠があって、そう、広島会場担当でやるんですけど、どんなのが見たいとかありますか。対戦お願いします。来てほしいです。どこの時間に何出るかとかが分からんのよね。ランダムで当たるから。広島会場はもう全部通して見に来てくれたら間違いない。どんなのがいいんでしょうね。自慢がさ、ジバングッドね、いっぱいいる日が来るんでしょうかね。おもろい。あのね、ダイエットアプリを入れたんですよ。なんか可愛いアプリがあってから、そう、それにね、なんか通知をオンにし、これだけ通知オンにしたら、見てください、8時になったから体重の入力の時間です。面白くない？8時に通知が来るようにしたんや、確かに。ちょっと恥ずかしい。ちょっとおもろいけど恥ずかしいね。8時は早いな、もっと10時ぐらいにしよっかな、通知来るの。ジパンジパンジパン、あなた、あ、違う、何でしたっけ、それね、歌詞忘れたよ本当に。私のパートは忍者サムライや白秋タラルタタン、藤山お寿司幕のうち、ジパンジパンジパン、あなたはこの国を愛してる。ちょっと忘れたサビの歌詞。すいません。チパンチパンチパン。みんなでもっと盛り上げよう。我が日本、この国には素晴らしい文化がたくさんあって、ないわあれが、センスが。どこも素敵な場所だから、地球に生まれてよかったわ、ぴょん。めっちゃいいんですよその曲、めちゃめちゃいいと思います、大好きですけど忘れたサビの感じが。やすくん、ハートありがとう。地球に生まれてよかったわ、パン。ソロステージ行ったみたい、嬉しい。なんか個性あふれる感じにしなきゃね、意味ないよねそういうのって。なんか難しいな。
みんな何するんだろうね。みんながみんな歌って踊るとは限らないかもしれないしね。歌わない人もいるかもしれない。何するんだろうみんな。こんばんは。地球に生まれてよかったわ。ピュン。久しぶり、大人になってる、嬉しい。イイ嬉しい、なんすみちゃん。わしはそうやな、安室奈美恵さんみたいなベビーメタルさんみたいに、そうやな、極力MC はしない公演がいいな。ジェスくんハートありがとう。セットをすごいパリピにする私色にして、何がいいか分かんない、難しいね。全部歌う曲で30分使いたいね。うおST のクマだ、なべなべさんありがとう。 STU クマありがとうございます。地球に生まれてよかったわ。48グループの曲だけやろね、歌っていいの。あ、間違えた。こんばんは。30分のスタッフでさ、止めない、絶対止めないはい、ありがとうございますみたいな、一人なのにね、なんかいらないかなと思って、いいよね。なんかね、なんか見たんですよ、イコラブさんかな、イコラブさんやった気がする、のティフの15分か20分かぐらいのステージを見てたんですけど、喋らないの、止まらないんですよ曲が、すごいと思って、すごいって感じ。普通 STU のなんか、なんか STU の感覚でしかないけど、48グループの感覚やけど、3、4曲ぐらいしたら止まって喋るじゃないですか。それがなくて、なんか3、あれ ?4 曲ぐらい行ったよねーとかなっても止まらないんですよ。ずっとやるの。すごい。めちゃくちゃすごい。でもあの曲の何、アウトロとかイントロとかあるじゃないですか。そこの煽りとかで絶対喋る。絶対喋る。とこはみんな全員喋るとこはあるんですけど、でも曲が止まって、はい、ありがとうございます。こう一列に並ぶみたいなやつがないんですよ。すごい。かっこいい。すごくないですか、それって。なんか確かにこの限られた枠しかないじゃないですか。こう、TIFFとかもそうやけど。
公演とかやったらまあ2時間2時間たっぷりあるからいいけど、この20分とか15分とか30分とかの枠やったらもう存分に使いたいよね。そりゃいい、超かっこよかったいらないツインテール、イラツイって言うんですかね、から始まるのがめっちゃかっこいい。デデ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 ホイドルデデデデデデ、はい、いらないこんなツインテール、戦い巨像のこのエール、お前に合わせて生きてるわけじゃないんだよ、こびる気ないよ女子高生。乃木坂さんも、かっこいい、ね、ベビーメタル様も絶対喋らないんですよ喋らないというか、そう、まあ、そういうコンセプトなんやろね、絶対喋らない。そう、しかもずっと一人で歌ってるし、スーメタル様2時間ライブがあろうが、それが10日間続こうが、と一人めっちゃかっこいい。次、あ、七並びは10分10秒に押します。10分10秒、全身黒です。全身黒10分10秒、めちゃめちゃかっこいいくて好き。スーメタル様見に行きたいもん、早くまたライブないんかな。5秒前5 4 3 2 1、ほい、押しました。ありがとう。対戦お願いします。MC30 分やだよ、私の見たいですか歌わないやつやだこの通知がじわる消そう、この通知おもろい。白飛び。ルル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 、一年分室、それはそう、ここで2時間でも3時間でも4時間でも喋るんで、それは嫌ですね暁大好きだけどさ、めっちゃ高い、カラオケで歌ったことあるけど死んじゃうよあれ。千もの夜を越えて生き続ける愛があるなら、ベビーメタル様の歌は何がすごいかって、全部高いんですよ、全部高い、全部高いのを一人で2時間歌い続けるのがやばい、すごいスタミナ、スタミナお化け。
全部高いし、そう、あの歌唱力のあれでなんだっけ、あのいじめダメを歌ってから気づいたけど、あのそう生演奏生バンドで、あのメタルなんですよ。普通の J-POP とかだったら、あのそんなにガチャガチャしてないじゃないですか、伴奏が。そうだけど、あれはもうテテ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 テ、ギター2本ぐらい使わんといけんらしくて、それでずっとガチャ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 系のあれなんですよ、バンドの方が生でやられてた。それに負けないように自分も出さなきゃいけないから、めっちゃあれはやばいですよ、本当にすごい。そう、一曲でもあれなのに、あれを2時間もやるって、マジ尊敬、リスペクト、スーメタル様様だって気づいた。あれはやばい。武道館とかやるからでっかいじゃないですか、でっかくて、それでバンドもあって、ガイ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 ってなってるから、声出さなきゃってなって、マジすごい、超難しい、超難しい。自分の声が聞こえなくなる、分かんなくなる、あーどこ行ったってやばいんですよ。ね、どんなレッスンをしてるのでしょうか、気になる。こんばんは、ドゥドゥスドゥドゥドゥスドゥ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 スト。海外でね、英語ペラペラなんかっこいい英語がペラペラなんかかっこいい。50カード完了ありがとう。次は50秒に押します。50、あ、じゃあ間違えた、15分、15分50秒押します。50カウント完了ありがとう。トゥルルルトゥ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 、倒れた、パパパパ倒れた。ベビーメタル推し東京ドーム行った、すごい、ユイメタル、なるほどね。でもね、ベビーメタルって言ったらもうユイちゃんとモアちゃんとスー様ですよね。もうそれしか勝たん、めっちゃ可愛い昔のゆいちゃんとモアちゃん、めっちゃ可愛い。せいがくんハートありがとう。ねえ、一回リホちゃんね、あれはすごい。なんかカラオケで私がそのいじめダメ絶対をずっとカラオケで練習してた時に本人映像あって、ライブ映像、それを見たら、あの5人いたんですよ、ベビーメタル5人いたので、リホちゃんもいたから、あと1人誰なんだろうと思って、モアちゃんとリホちゃんと、あの花丸大吉さんの娘さんと、あともう1人誰と思って5人いたの、びっくりした。カラオケのいじめダメの本人映像って出したらダムで
見れますよ。私かもしれない。私かもしれない。将来の夢はベビーメタルにしようかな。将来の夢ベビーメタルにしましょうか。ツインテールしなきゃ。ツインテールしなきゃダメだ。キャーン。りほちゃんね、歌コンで会えたのもうジュキュンって感じ。びっくり。歌コンで同じね番組に出会えたのやばいです。夢何かな。ベビーメタル。 We are ベビーメタル。次は、20分50できます。なんかちっちゃい頃にすごいライブね行ってたんですよ。みんなその 3,2,1 はい、そうなんだ、ちっちゃい頃にすごいライブ行ってた記憶があるんですけど、ちょっと何のライブに行ったかが全然覚えてない。全然覚えてなくて本当にびっくりする。対戦お願いします。自分から行きたいとかじゃなくて、なんかチケットを取ってもらったよね多分。そう、仲良かったアッシュの子にで、なんか連れてかれたみたいな感じだったんですよ。だからね、しかもちっちゃい頃に行ったしね、全然覚えてないんですけど、一回ハロプロのコンサートに行ったことあるね。一回ハロプロ行って、誰だ、加藤ミリアさんかな、誰だわかんない。行ったことあるんですよ。でも全然記憶にない。驚く。ベビーメタルさんは2回行った。すーちゃん20歳の生誕祭で広島に帰ってきてくれた時と、私が武道館まで行きました。とミリアさんかな、なんかライブタオル、そのライブのグッズで買ったタオルある、見てみよう。最低、タオルあるのに忘れた。誰やっけな、誰やっけな。ハロプロね、私カミコを見に行きたいな、生で。アンジュルムさんのライブ行きたい。
安室さん、安室奈美恵さん見たことない気がするけど、安室奈美恵さんも喋らないっていうの知ってるよ。絶対喋らないですよ、ライブで。うん、 MC の時間がないっていう有名それは知ってます。アンジュールのライブ楽しいです。行ったことあるんですか？行ったことあんのかい。神子見たことあるんですか？ジェフさん、マジか、さっき越されたな。マジ、最後だけバイバイってかわいい、かわいい、かわいい。あ、やばい、4位です。はい、握手会行ったことある。なんだって、ちょっとその話はお話し会でじっくり聞こうかね。マジか、羨ますぎる。アンジュルム行ったことある？え？すごい！みんな行ったことあるんですか？ハロプロ一回は。いいな、めっちゃいいやん。ちょっと感想聞くね。次の話し会で感想聞くね。すげえ、わしも行ったことないのにひどいぞ。もう行ってるなんて。ジュースジュース？ジュースジュースは歌うまいですよね。ジュースジュースはルル様がいるから、もちろん知ってます。世界丸見えに、あ、なんか見た見た、あのなんだっけ、予告CM 見た。神子歌ってるとこ見たいよ。ラブ涙色、二人のメールを読みました。ラブのやつはマジで可愛い、可愛すぎ、可愛すぎ。断然神子推しですね。もう好き。じゃあもう26分ということで、そろそろランキングを読みたいと思います。でん、13位ひげのまささん、12位、ティガー、11位よしこちゃん、10位ゆっちゃん、9位せいがくん、8位バンジョラモンスターさん、7位ひとりごとさん、6位ハローサンタハローサンタ、5位そうちゃん、4位やすくん、3位なべなべさん、2位なんちゃん、1位はドルルルドルルルルン、やすべさん、ありがとう。パチパチパチ、ありがとうございます。はい、本日は早めでしたが、いつもよりも見てくださってありがとうございます。来ました、本当にこの時間が来てしまいました。あと30分後です。あと30分後に放送されます。AKB48 歌唱力ナンバーワン決定戦予選。ぜひ見てください。よろしくお願いします。STU は一番最後なので、まあ、まだまだなんですけど、私もお風呂に入ってはいはいはいって準備して、9時からちゃんと見たいと思います。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏よろしくお願いします。予選決勝に行きますようによろしくお願いします
皆さんもハッシュタグハッシュタグ AKB48 歌唱力ナンバーワン決定戦っていうハッシュタグがあるので、それをつけてなんだっけねコメントツイートたくさんよろしくお願いします。三好有沙が出た瞬間とかね、STU 終わった瞬間とかにこう感想を言うところとかあるんですけど、そこでそう三好有沙のことをツイートたくさんしてくれたら嬉しいですよろしくお願いします。じゃあ始まります。準備してくださいね皆さんそれではまたね、またまた分からん、今日のあれによって明日ねの配信のテンション変わってきますがまた明日今から見てください。ちゃんとまだメールも全然送ってないので送ります。それでは。